だからうちの相方が本読みたいからおすすめ教えてって言うのよ。これってさ、もう例えばなんだろう、100メートル10秒で走れないやつに走り方を教えても10秒じゃ走れないじゃん、うん、だからもう向き不向きがあると思ってるんだよ、うん、本読めないとか漫画読めない人いるじゃん、漫画の読み方わかんない、うん、説明しても無理だよね、無理無理、もう感覚だからさ、うん、確かに。で順にさ、自分が読めそうな本探して読みなっちゃったら、ある日順が楽屋で本読んでたから、順ってうちの相方ね、わかります、わかります、うん、お順本読んでるじゃん、何読んでんのって言ったら、言われっぱなしはもうごめんだって本読んでた俺があまりに言い過ぎたのかなって反省したもん